DC-X はデルタクリッパー、またはデルタクリッパーエクスペリメンタルと称される単段式の無人再使用型ロケット実験機である。マクドネル・ダグラス社とアメリカ国防総省の戦略防衛構想局により開発され、1991年から1993年にかけて試験が行われた。1994年以降、DC-X は軍からアメリカ航空宇宙局へと引き継がれ、より改良された DC-SO へと更新された。スペースシャトルに代わる輸送手段を模索している過程で出てきた計画だった。最終的には商業打ち上げに用いられる機種の開発を目指した。試験機は DC-X と呼ばれた。X はエクスペリメンタルを意味する。計画は最終的に1996年に DC-SO が実験中の事故により破損し、NASA が再建のための資金提供を拒否したことで打ち切られた。NASA ではこの時期同種の機体として自前の X-33 ベンチャースターを開発しており、スティに由来する本計画には乗り気でなかったという。DC-X は周回軌道に達する高度と速度を目的として設計されてはいない。垂直離着陸を実現することに主眼が置かれた。垂直離着陸の概念は1950年代の SF 映画でおなじみだったが、実現していなかった。ロケットの離陸において垂直に離陸するのは当たり前だったが、垂直に着陸するのは困難が伴った。ありがとうございます。